彩り緑、カラーユアライフ。皆様こんにちは。あなたの人生カラーで変える、カラーイメージコンサルタント呉尾みどりです。秋も深まってまいりました。今日もいいお天気、青空にイチョウの黄色がきれいに見えます。こちらはコロナ禍での開局をいたしましたために、スタジオ内には大きな窓があります。今もサイレンが聞こえていますでしょうか。緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、お聞き苦しいこともございますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒に体感してください。最後まで何が起こるか分かりません。ショーマスゴーオン、どうぞよろしくお願いいたします。今日も楽しい番組にしたいと思います。今週のトピックと色の話、最初はイベント情報、それから歌姫のセバスチャンの皆様のミニコンサートコーナー、朗読コーナー、今週のトピックと色の話、そしてゲストは美しい素敵なお友達、鈴木誠さんです。壁単語ダイエット聞いたことありますか？それを作ってしまった誠さん、最近はユニットピンクレパートでダンスを披露されています。とっても素敵でかっこいいんですよ。素敵なお話を伺いますので、最後までご視聴くださいね。それではイベント情報に参ります。2週間前の番組でしたので、少し間がありましたので、たくさんお話があります。最初に MKI スピーチコンテストビヨンド、こちらは6月に、スピーチコンテストを開催いたしました。水木慶応インターナショナルといって、女性の活躍をもっと応援したい、何が足りないのかなっていうところで、アピールすることが日本人は不得意、男性も女性もそこが外国の方に比べて遅れていると言われています。そこでそのスピーチコンテストを開催したところ、とても皆様素晴らしい生き方のお話をしてくださいました。そしてビヨンドということで、この後のどうなったかというパーティー、こちらになんと今お写真に写っていましたけれども、由美かおるさんが来てくださいました。代表の中西さんのお知り合いということで特別なゲスト、そしてもう一人、ここの写真にはちょっとないんですけれども、私の友人で言語技術研究所というのを立ち上げた素晴らしい三森ゆりかさんという方から、スピーチの仕方、どうやったら人の心に響くのかということを5分間簡単に説明してくださいました。皆様とっても熱心に聞いて、すぐにもちろん今年のファイナリストの方たちも出ていたんですけれども、来年に興味を持った方、早速お申し込みをされていました。とっても盛り上がって素敵なパーティーになりましたので、どうぞ来年も楽しみにしていてください。詳しくは MKI のインスタホームページをご覧ください。それでは次、映画ぬくもりの内側、私が2019年に田中一生監督の作品、こちらに出演いたしました。コロナ前の6月だったんですけれども、花屋さんのオーナー役ということで、愛のあるオーナーを演じております。ほんの一瞬ですが、とても好きなシーンです。こちらがコロナ禍になってしまって、やっとの公開になりました。ですから4年前ということになりますね。そしてたくさんのお友達が来てくださっています。板橋4シネマで30日まで開催しています。ぜひご覧いただきたいと思います。とても心温まるお話です。余命宣告を受けたら皆様どうしますか？考えたことが
なかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、身近な方が絶対に死というのは避けられないことです。毎日が元気でいれること、これが当たり前ではなくって、とてもかけがえのないことだ、そして家族の愛っていうのはとても大切だということに気づいてくださると思います。私自身も気がつきました。どうぞよろしくお願いいたします。それから次、私が大好きな土井裕樹先生の受注会に伺ってまいりました。とっても素敵なお洋服、春を感じるお洋服ですよね。このセットアップは土井裕樹先生がこんな格好でゴルフに行ってみてとおっしゃっていました。しばらくゴルフを休んでいますけれども、行ってみたくなりました。そうですね、これはこのドレスも可愛いでしょ。でこれは、フロアショーの時に最後にモデルちゃんが歩いていたドレス、着させていただきました。こんな感じで今日着ているのも鳥行先生のお洋服ですけれども、先生は自分の着たいお洋服しか作らない、着心地のいいものしか作らないというコンセプトで、日常を着られるので飽きなくて、そしてどんなシーンでも活用できます。80歳になられたという先生、これからもますますのご活躍をお祈りしています。それから次、こちらの番組も出ていただきました松井誠さんの舞台喧嘩の花道を見てきました。歌謡ショー喧嘩の花道のお芝居、舞踊ショーととても見応えがあります。そして相変わらずの早着替えの速さにびっくりしました。喧嘩の花道では二役を演じられて、あっという間に20秒ぐらいでしょうか、着替えて違う役に出ていらっしゃるんです。息子さんからお父さん役に、そんなことができるのはやっぱりプロ中のプロだなと思って感動いたしました。そしていろいろな他の育てていらっしゃる歌手の方もうステージも素晴らしかったです。夢を与えるお仕事を、これからもご活躍をお祈りしています。もう今週はいっぱい盛りだくさんで、もっともっとお話ししたいんですけれども、また続きは来週お話しさせていただきたいと思います。それでは歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサートコーナーに参ります。もみじよろしくお願いいたします。秋の夕日。
敵な歌声ありがとうございました。この歌大好きなんです。なんか子供の頃思い出しますよね。どんぐり拾いとか落ち葉拾いとか、小さなお子様がいらっしゃるご家庭ではそんなことをなさっているんじゃないでしょうか。ソプラノ前田陽子さん、メゾソプラノ木村真紀さん、ピアノ河合良一さんでした。マキエポックでも検索してください。それでは朗読コーナーに参ります。売られていった靴、新見南吉。靴屋の小僧平助が初めて一足の靴を作りました。すると一人の旅人がやってきて、その靴を買いました。平助は自分の作った靴が初めて売れたので、嬉しくて嬉しくてたまりません。もしもし、この靴積みとブラシをあげますから、その靴を大事にして可愛がってやってくださいと平助は言いました。旅人は珍しいことを言う小僧だと感心していきました。しばらくすると平助はつかつかと旅人の後を追っかけていきました。もしもし、その靴の裏の釘が抜けたら、この釘をそこに打ってくださいと言って釘をポケットから出してやりました。しばらくするとまた平助は思い出したように旅人の後を追っかけていきました。もしもし、その靴大事に履いてやってください。旅人はとうとう怒り出してしまいました。うるさい小僧だね、この靴をどんな風に履こうと私の勝手だ。平助はごめんなさいと謝りました。そして旅人の姿が見えなくなるまでじっと見送っていました。平助はあの靴がいつまでも可愛がられてくれればよいと思いました。おしまいです。ありがとうございます。それでは今週のトピックと色の話に参ります。今週は何といってもアメリカ大リーグの今季の最優秀選手、 MVP に輝いた投打二刀流で好成績を残した大谷翔平選手。すごいですね。2年ぶり2度目の、そして満票ということで、本当に素晴らしいです。おめでとうございます。受賞を発表された MLB ネットワークの番組でリモート出演した大谷選手、ご覧になりましたか？犬と一緒にソファーに座ってリラックスした様子で、殿堂入りしているレジー・ジャクソンさんから MVP 受賞が発表されると、ワンちゃんとハイタッチ。姿が可愛かったです。録画して何度見てもなんか本当に可愛いよね、映画のワンシーンみたいでと家族と話しています。暗いニュースが流れる中、大谷選手の活躍は本当に勇気と元気をいただきますね。これからもますますの活躍を祈っております。ということで、エンジェルスのユニフォーム、ホーム用には白、ビジターではグレーを着用しています。そして対戦相手によっては赤を着用するそうです。はあ、素晴らしい。スタッフの方がさっと画像を用意してくださいました。本当優秀なスタッフですよね。ありがとうございます。そして帽子は必ず赤です。皆様、赤は好きですか？赤というのは人間が生きるために必要なものと多く結びつけられています。色ですね。太陽、火、血液、みんな赤です。そしてとても印象に残る色ですね。危ないよ
というふうに注意を喚起するのも赤です。目立つのも赤ですね。スポーツとか闘争心をかきたてる色でもあります。勇気、愛情、勝利、脚光を浴びる。ただあまりにもこう興奮する 色ですので、寝室には向いていません。寝室でしたら鳥越あずーり FM のこのような青は落ち着きますね。こちらの鳥越あずーりのブルーも私はとても好きな色です。今日のそういうことで、今日私はこちらの赤を着てきました。大谷選手に本当にお祝いの気持ちで来てまいりました。そして皆様もここぞという時には赤を使ってみてくださいね。就職の時に赤いネクタイをするとか、演説をする時に赤のネクタイをする、そして女性も赤いリップを つけるとか、そうするときっと願いが叶います。今日も一日いい一日をお過ごしください。そして素敵なゲストのコーナーに参ります。その前に動画をご覧くださいね。Even if the sun will stop to shine, I will choose to be your one. But you'll never be replaceable, such a precious you are. Thinking day and night about you, it's my heartwarming time. Oh darling, please don't be far anymore.It's not as strong as tired of all. Is it to be broken, fading weak? But I surely know it's wrong for us. We don't need anyone. Through the day and night, I will keep on watching over you. Cause I'll be with you. Just giving it up.Please never forget.
誠さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。前ね、誠さんは、ここの番組が開局した年、はい、そうですね、2020年、はい、2020年にいらしていただきたんですよね、はい、そうです ね、 ね、あれから3年早いですよね。あっという間です ね、 ね、あの時は世の中がどこもひっそりとしていたでしょ。そうです、そうです、ね、もうコロナ真っ最中ですもんね。真っ最中でしたよね。だからそう、ここの番組でお友達に会えることが楽しみで、他はライブとかも何もねできない状態でしたからね。なかったです ね、 ね、はい、銀座にも人が少なかったっていうね。もう人全然いなかったですよね。本当そこから3年、ね、はい、それからどんどん活躍を広げられて、ありがとうございます、ね、一緒に着物教室でも、はいはい、行きましたね。二条城とかドバイとか、うん、海外まで行きましたね。そうですよね、行きましたね。一緒に踊りましたよね。踊りましたよね。練習が大変で ね、 そうです ね、 結構ね、まあ、私は、はい、日本舞踊初めてだったので、はい、いつもは違うことを違うダンスをしているので。素敵なダンスね。今日はじっくりそのあたりを聞きたいと思います。まだその3年前の時にはまだタンゴをやってなかったですか。3年ぐらいから一人でタンゴを踊りました、うんうん、踊り出しましたね。そうなんですか、はい、じゃあちょうどこの番組にいらした頃かしら。そうです。あ、コロナになったから一人で踊ってみようとか、はい、そうです、そうです、その通りですね。本当本当、はいはい、そうなんですね。だってやっぱりこう密接に踊るダンスですもんね。そうです、そうです。ですから、まあ、私一番最初50代の半ばぐらいから急にダンスを始めたんですね、はいはいはい、その前の職業はお話をする仕事だったんですね。そうで、NHK でしたよね。ただ学生時代からね、どうしても私ダンスをやりたかったんです。でも、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、それなりの年齢ですから、うん、若い頃ってやっぱり恥ずかしくてできないわけですよ。男の人とこう近い距離で、そういうね、うん、距離ね、でやりたかったけれどもできなかったので、うん、50代半ばになってなんか自由にいろんなことができるようになった時に、うん、ぜひ私はダンスをしたいと思ったんですね。ね、本当はお話のプロだったんだけどね、そう、もう一回これをやろうというのではなくて、はい、違う道。そうです、そうです、ね、でダンスをやりましたらもう本当にもうちょっとつぼしいんじゃないですけれども本当に大好きになっちゃってハマり込んじゃったんですね。なるほど。例えば、はい、なんか映画を見たとか、うん、なんかこの人いいなと思ってこう入っていったとか、なんかそんなきっかけはありますか。いや、そういうきっかけはないです、うん、何しろ若い時からやりたかったんですね、うん、憧れだったんですね。なるほどね。でその時に社交ダンスとアルゼンチンタンゴ両方習い始めたんですね、はい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 。で私はどちらかというと、うん、アルゼンチンタンゴのこの恋の駆け引きを表現するような、うん、そういうのがものすごく面白くて、なるほど、はまり込んでいきました。素晴らしい、はい、社交ダンスとタンゴっていうのは違うカテゴリーになりますか。はい、社交ダンスの中にもタンゴはあります、ありますよね。でも全然違う踊りですね。ステップでこう踊っていく、激しいですよね。結構ガンガンっていう感じです ね、 ね、はいはい、私も見に行ったことありますけど、はい、ものすごいなんかハードで、そうですね、かっこいいですよね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。社交ダンスいろんな種類があるので、うん、パソドブレだとスペインのこういう感じですし、なるほど、タンゴはタンゴ で、 で、ね、アルゼンチンのタンゴとはちょっと違うタイプですよね。そうですね、はい、ね、そんな、それでお一人でタンゴをやってらっしゃる、はい、でそれは、どういうふうに考えてみたんですか。まず一生懸命や、うん、ダンス踊っていたんですけれども、うんうんうん、まあ、世の中コロナになっちゃって、うん、スタジオ全部閉鎖されちゃったんです。それはそうですよね、密接にやるわけですから。で、うわどうしようかなと思っていたところで、うん、YouTube だとか、うん、インスタだとか、はい、ものすごく美しいアルゼンチンとか、はい、まあ、ヨーロッパのタンゴダンサーの女性が、うん、はい、お相手と一緒に踊るのではなくて、うんうん、一人で例えばこういうね、こういう素敵な壁とか、あるいはピアノの周り、椅子とか、うん、そういうところを使って一人で踊り出したんですね。で皆さん身体能力高いですから、足がこんな上まで
まで上がるんですよ。なるほどね。ちょっと真似しちゃおうかなと思ったらしい。わー、素敵素敵。やりだしたけど、もちろん足はこんなに上がらない、うん、なんかちょこ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 動いてるだけ、うん、まあでもそれでも一生懸命一人でやるっていうの楽しいので練習していって、うん、まあこれマシかなっていう感じのものを出したんですね、はい、あのアップしたんですね、はい、SNS、はい、そしたら結構評判がいいじゃない、私下手だと思ったけど上手だった、すごいなんて感じで、かっこいい、素敵。そうなんですよ、はい、というのは実は勘違いで、はい、皆さん応援してくださったんですね。なんか新しいことあの人やり始めたから頑張れみたいな感じでしょうかね、すごいですね。だから壁単語ダイエット創始者というすごいですね、創始者そうですね、まあ、やり始めて、うん、ダンスを踊り始めて、うん、私5キロ痩せたんですね。すごいじゃないですか、5キロって。でそれはもちろんあの動いたからっていうのはあるんですけれども、うん、そうじゃなくて自分の動画を撮りますよね、うん、はい、そしたら、あ、私こんなに首短かったのかしらとか、うん、私こんなにこうなんか 足が綺麗に上がらないのかしら、うん、とか、そういうことを考えたので自分でこう頑張ったんですね。こうしたらもっと美しく見える。素晴らしい。で手足が長ければいいんですけど超短いと。いや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 、本当に素敵です。ですからそのいろんなコンプレックスがあったんですけど、それを、まあね、勉強になったっていうことでしょうかね。なるほどね。なんか素晴らしいです。それですごく前向きでね、本当にこのコロナ禍でそれをねプラスに何か楽しいことないかって探して、そして一人で踊っているね美しいダンサーを見て、私もこれやってみたいっていうことでやってみたら反響が大きかった素晴らしい。だって YouTube あのインスタ人気ですもんね。ありがとうございます。そう、私もポチって、はい、ありがとうございます。やんじゃいますよね。はい、ありがとうございます。うちの妹も見てます。そうですか、皆さん本当にありがとうございます。もうなんかあの、はい、なんていうのかな、こう保守的な自分っていうのが今までいたわけですよね、うん、若い頃は、はいはい、でもある時急にもう人生あともう少しかもしれないじゃないですか、うん、それだったらおっしゃる通り、なんか自分で本当にやりたいことやりましょう。そうですよね、私もそうです。あのなんかこういうことをやると世間的に言われちゃうかなとか、ママなのにとかね、やっぱりそうするとこう引いているっていう ね、うん、あの一時期はこうお母さんとしてあの紺のスーツが似合うようにならないとダメだってあの自分を制しちゃうんですよね。そうですそうですそうです、うん、それをねあの幼稚園とかのお受験で言われたことによってこうグッと引くようになって、赤とか着てなかったですもんね。そうですね、はい、本当ですね。今だから何色着てもいい、恥ずかしい。そうですね、もう本当今はね、うん、自由にもう子育ても終え、はい、そしてね介護もね、お互いそう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 、お互いそうですね、終えてね、これから自分の人生を楽しみましょう、はい、そうですそうです、もうそこでね意気投合して、はい、ミセスインターナショナルでねお会いしたんですけれども、はいはい、そうですね、そこから着物教室でいろんなところ行ったり、はい、そして壁単語ダイエット私ずっと見てて、なんか絶対なんか私はあの 歌が好き、うん、で誠さんの踊りで、なんかそんな風にちょっと踊ってもらえないかなと思って、コラボしたかったですね。そうなんですよ、コラボしたかったです。それであのお願いしてどうですかって言ったら、やりましょうって言ってくださって、はい、あの単語ではないけどね、はい、セーブダラスタンス、はい、素敵な歌声とともにやってくださいました。踊らせていただきました。本当にでソロパーティーライブでね、はい、こちら の社長の奥様もねいらしてくださった中 で、はい、そうですね、誠さんが踊ってくださって、うん、みんなその踊りに見とれてファンがいっぱい、ありがとうございます。あの方は誰ということで、すごくね、その写真ありますか、2人でこうそうそうそう、2人ピャっていう、黄色のドレスを着て、うん、誠さんがオレンジ色のドレス、そうです ね、 ね、はい、手挙げてるやつかな、そうですね、うん、そうで も、まあ、でもあの時もね、あの、みどりさんだったから、まあ、そんなにドキドキしなくて済んだっていうところがありますね、はい、じゃないとやっぱりね、
うわちょっとこれこれこれあそうです、ね、そうですそうです、はい、素敵でしたねすっごく盛り上がってね緑さんもすごく素敵ありがとうございます、ね、誠さんのおかげさまですごく、ね、華やかになってやっぱりあのショーって総合じゃないですか、ええ、だからなんかやっぱり歌ったり踊ったり、うんうん、やっぱりそういう全部総合にこうなんかね、はい、あると素敵だなと思って、ね、また今後ね一緒にねやっていきたいですよろしくお願いしま します楽しみにしてます ね楽しみねいろんな企画をして、ねはい、この番組の中でもやってみるとか ねそうですねいいかもしれないですねいいですね本当本当それで今度、はい、番組をね、はい、一枠、はい、やっていただくことになりました、はい、やらせていただきます皆様よろしくお願いいたしますあのピンクレパードの皆様4人で、はいはい、そうですピンクレパードというソロタンゴチーム、はいまあ、ソロダンスチームをやっているんですけれども、はいはいね、その4人の私以外はとても美しい女性たちなんですね美しいじゃないですかリーダー一応リーダーさせていただいてるんですけれども、まあ、今までいろいろ練習をしたり、はいはいたまに舞台に立ったりかっこいいそうですねちょうどお写真出てますよ ねそうですこれ初めてダンスした時ですね、うん、皆さん美しい、あの衣装も揃えて衣装も揃えましたねそうです4人揃えるの結構大変で、うん、どこで揃えたんですかこれインターネットでねはいそうですメンバーご紹介しますね、はいはい、西倉美恵さん、うん、美恵ちゃんそ し,、はい、そして、はい、浜辺裕香さんですね浜辺さん、新野美裕子さん新野美裕子さん、ねはい、そして私、はい、鈴木誠はいで4人で、はい、チームを組んでおりますはい、はいね楽しみですねどうですかあの美しいダンスの背中も綺麗アルゼンチンタンゴの衣装は背中が勝負です、うん、なるほどねそして前に回るとスリットが入ってる、うん、おーすごいでどうでしょう皆さんの反応なんかわからないですけれどもでもまあはい、ボディメイクっていうのかな、うん、とっても体のラインが綺麗に見える衣装ですので、うん、それで助けてもらってますねこれヒールも高いですよねはいこれ9センチありますよ9センチでこれで踊るんですよねそうですもうよろ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 しないやしてないじゃないですかもう体幹鍛えるのにもいいですしです、ね、お腹ペタッとするしほら、うん、皆さんかわいい綺麗綺麗美しいねこれちょうど、ねうん前この前あった BJB というところのイベントの時ですね、はいはいはい、なるほどねこれからこれがブームになるかもしれませんよねブームになってもらいたいです ねいいじゃないですか、はい私も一緒に踊りに入れてもらいたいなぜひぜひ、ね、ぜひよろしくお願いしますでも50代以上の大丈夫大丈夫50代以上の女性が綺麗に綺麗にボディメイクするのってもう無理私って思ってるかもしれないですけど全然無理じゃないんですよどん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 綺麗になりますあのボディメイクできますので、ねはい、皆さんもねいかがでしょうかね、うん、あの私なんてって言わないで、ね、やってみること大事ですよねそうですね、はいそうですピンクレパードの4人は張り切っておりますので、はい、ぜひ皆さん聞いてみていただきたいと思います、はいねはい、なんかやっぱりこの番組やっててよかったなとまた改めて思いましたそうですこの広がりができてあそうですそうです、ね、本当広がりって大切ですね、はい、大切です人生やっぱり彩りよくねそうです ね自分一人だと限られてますものはい本当引きこもっててもしょうがないです、ね、そうですそうです楽しみは外にある、うん、そうねであのそれにねなんかこうそんなことやっちゃってって言われたとしても、うん、めげないことをめげない全然構わない構わない、うんはい、自分の人生ですからねそうですそうです自分の人生は自分で作っていくそうですね素敵ですね、うん、誠さんと一緒にいるとすごくなんかもっと可能性がなんか広がってきましたもうどんどん広がりますよ、ね、一緒にやりましょう、ね、一緒にやりましょう ね、うん、ねえ本当にピンクレパードの皆様のねはいこともすごい楽しみですねよろしくお願いいたします、ね、それをやっぱりプロデュースしたのは誠さんですからねどうですか ね皆さんとってもだってやってみましょうって集めなければね、うん、集まらなかったし、うん、そうですね、ねで先生も、うん、あのすごくいい先生に恵まれました、はいはい、お嬢先生に恵まれましたの で、ね、はい振り付けもとっても素敵なのをつけていただいてますのでちょっとその先生の写真はないわけですねあ今回はないかないんですねはい、はいね、すみません今度いつかねこの番組にも登場していただいてそうですねゲストに出ていただきたいと思ってます、うん、そうですね、はい、
そして、今までのね、うん、舞台、はい、今年始まったという感じですか、ピンクレパートさんの活躍って。いえ、もう2022年の、うん、クリスマス時期に、あ、そうですか、はい、あのバードランド、はい、六本木バードランドで、はい、デスパシートという曲を踊らせていただきました。そうなんですか。ラテン系の曲ですけれども、はい、それをあの動きはアルゼンチンタンゴのステップなどを入れながらやっております。かっこいいですね。それからアニマルチャリティという、うんうんうん、あのチャリティのイベントがあるんですけれども、はいはい、それには毎必ず参加させていただいてるんですね。もう王道のアルゼンチンタンゴの曲とか、うん、もう全然違う可愛らしい曲とか、うん、いろいろ私たちもレパートリー増やしつつありますので。そうですね、うん、一人でもね踊ってらっしゃるし、それで今度ね、あの TC 協会の15周年パーティーで私も講師を務めさせていただいているところですけど、はいはい、そこでね、うん、踊られるということで、はい、よろしくお願いします。はい、またこれも、ね、はい、あのシェリーっていう曲かな、すごくあの昔の曲なんですけれども、すごく可愛らしいし、ひらひらした風のようなあの踊りを、そうなんです、ね、ご覧いただきたいと思います。はい、あの誠さんの動画があるので、ちょっとこんな風に踊ってるっていうのをご紹介させていただきたいと思います。はいはい、よろしいでしょうか。素敵ですね、かっこいい。ありがとうございます。美しいシルエット、あのシルエットだけだと余計、素敵ですね。ありがとうございます。ね、ほんとかっこいいですよね。まあね、あの、うん、衣装とか、うん、あのそういう小さなものとか、うん、そういうのいろいろ、この曲にはこういうふうにしようとか考えて、うんうんうん、まあ、楽しみながらやってます。それが楽しいですよ ね、 そうですね、衣装とかね、うん、やっぱりね、女性は楽しいですね。そうです ね、 でやっぱりこういうことをするので、はい、あ、気をつけていっぱい食べ過ぎないようにしようとか、うん、お腹出てきちゃったなとか、うん、そういうの考えると、うん、そうですね、うん、いいですよね、うん、健康にもいいし。だからやっぱりただね、練習してるだけよりも、うん、舞台、うん、ステージ作った方がいいですよね。そうです、目標がないと、目標がないとね、ちょっとダラダラしちゃいますからね。そう、うん、はい、うん、そうすると若返るっていう話をね、脳科学者の、うん、あの有名な先生のお話にありました。なるほど、うん、あの私たちのダンスは設定するんですね、はい、例えば今私たちは20代の気持ちになって踊るとか、あるいは亡くなった、例えば、まあ、私の夫は生きてますけれども、亡くなった最愛の人を思いながら踊るとか、そうすると実際は違うんですけれども、それだけでこの女優さんじゃないですけど、そういう気持ちになると若返る。そうですよね、女性ホルモンどんどん出てきますので、そうですよね、若返りますね。茂木健一郎さんでした、脳科学者。なるほど、はい、うん、茂木さんがねやっぱりおっしゃってたのは、うん、あの例えばね、小さい子がこういつもねキラキラした瞳をしてる、はいはいはい、でそれはどうしてかっていうと、毎日が新しいからだそうです。うん、そうです、経験したことがないから例えば柿を食べてみました、甘いねっていうことを、美味しいっていうのが本当に初めて、うんうんうん、私たちにしてみたら、あ、柿よねっていう感じだから全然このなんて言うでしょうね、こうパッとこう明るい気持ちにならない。だからしたことないことをやってみることがいいそうです。したことないことね、はいはい、そうですね。でその講演会でおっしゃったのは、ちょうどアプリコっていうねホールでお話しなさったんですけど、はい、帰りにあの小さな会議室を借りていきましょう、はい、そこで書店を開くことをあの予約してください。そうすると、あ、予約しちゃったんだからやらなくちゃない、うんうんうん、それで100円ショップで、うん、あの筆とね半紙を買って、はい、練習をして、うん、やらざるを得ない状況に持っていく、うん、そうするとバーッとドーパミンが出て、うん、
頑張んなくちゃって若々しくなるらしいです、うんうん、初めての経験が大事だしよくわかります。本当そうですね、はい、うん、私たちも必ずあの完成の日にちを決めてます、はい、そうなんですね、はい、じゃないとダラダラとなんかしちゃうので、うん、そうですよね、うん、そうそう歌もそうです。ただね練習してるだけだと、うん、なんていうのかな、覚えようって気にならないんですね。なるほどね。やっぱ人前で歌おうと思うと、ね、なんかどうしてもね覚えなくちゃとか追い詰められないと、ね、なかなかね本当そうです、そうです、はい、セリフも同じで、うん、覚えるの大変ですよ ね大変ですよね。あのどん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 ね、そうそうそう、脳がね、そうシワがなくなくなってくるんじゃないかっていう。若い時はちっともそんなこと思わなかったのに、うん、そうです、はい、そうです、はい、うん、努力をしないとね本当ですね、なれなくなりますよね、うん、でしかもね最近はね、うん、また新しい環境が入ってきますよね、はい、AI だとか。昨日ねあのニュースを見てたら、はい、あの手塚治虫さんの息子さんが、はい、今度あの新しいあのブラックジャックをね発表されて、そうなんですか。でそれは手塚さんの残した作品の中から AI が作っていったりね、うんうん、新しいことを取り入れるんですよね。すごいです ね、うん、だからやっぱり父が生きていたら、うん、きっと新しい AI を使ったんじゃないかと。最初に絶対使ってます ね。だからきっとそういうふうに、うん、すごいなと思いました。時代が変わってって、うん、まあ、それにね対応していく、うん、そう対応していく対応していく、そうです。鳥居由紀先生もね、うん、あのロボットがお家にいて、ええ、いっぱい話しかけるらしいです、うん、おそうするとあのどうしたらいいっていうとなんか学習していくんですってね。なるほど、うんうんうん、すごいなと思いました。すごいです ね、どんどん追い越されないようにしないと。本当そうです。下手するとね置いておかれちゃうから。本当にそうですね、はい、若い方は反応がすごく早いから、うん、もうさっさとこのじゃページ出しましょうとかね、うんうん、ホームページ出しましょうとかパッパッパッできるけど、うん、なんか一生懸命こうやらないとね、うん、ダメですね。そしてもう一つは目ですよね、うん、目がどんどん悪くなっていっちゃうので、それもちょっと気をつけなきゃいけないですね、うん、そうですね、うん、まああのいろんなことが起きますけどねやっぱりそこをなんとかね、うん、努力して、はい、あの年を重ねることは悪いことではないと思うんですね。いや楽しいことだと思う、ね、あの人生が広がってね、うん、例えば役者としても、うん、あの幅が広がってきますよね。本当そうですよ。いろんな経験実績があると経験値が高いってかっこいいですよ。かっこいいですよね、うん、でそれをね味方にして魅力にしていくっていうのがフランスのね、マダムたちじゃないですか、うん、はあ、ね、確か若い頃から憧れてる。そう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 ですよね、はい、でだんだん日本もそういう風になってきて、うん、大人の女性が認められるように、ね、になる。そうです、ね、だって大人の女性どんどん増えてきてるから、若い女性よりも大人中心なんですから。そうなんですよ。もうそれやっていかないと、やっていかないとね、うん、そう、でこの間スピーチコンテストのビヨンドパーティーの時に、はい、あの女性の、ね、活躍が遅れているって話を皆さんがしてたんですけど、うん、そこに出席なさったウォーキングの村上先生が、はい、いやここにいらっしゃる女性の皆様は皆様素晴らしいと思いますけど十分僕は負けますとかっておっしゃって。なるほど。でも一歩前に出るっていう勇気ってすごい大切ですよね。大切です。やっぱりあの、うん、コンフォートゾーンっていうんですか、うんうん、いつもコンフォータブルな状況っていうのだと楽ですけれども、はいはいはい、よくないじゃないですか。よくないですよね。一歩前に出る勇気、あの大変なことだと思うんですよ、うん、やったことないことやってみるっていうのは、うんうん、そうですそうです。でもね一回やってみると楽しいじゃないってなるんです よ、うん、ですよね。こんなに彩り緑も長く続いてますもん。そうそう、3年目そう本当ですよ。4年目に入ると思いませんでした。最初やるときはドキドキでしたでしょ。ドキドキでした。私最初断ってて、うん、いやラジオ無理ですと、うん今はね、読者モデルでね雑誌には出ていましたけど、ラジオで喋るのは無理ですとお断りして、うんうんうん、でもやってみたらこんな楽しい、好きだったんですね。好きだったんですよ。自分を発見することできますよねいろんな方向に ね、 そうですね、うん、私も人前で踊るほどまでやってる、はい、やるとは思いませんでした。いやいやいや、かっこいいです、うん、だからこういうふうにね、うん、あの番組を持ってみて、はい、また広がりました。広がりましたね。広がりました。大活躍じゃないですか。いやいや、誠さんこそ本当に3年前の写真を見たらね、うん、2人がなんかちょっと若かったねって言って、若かったんです。なんか
子供じゃないけども、そうそうそう、ちょっとこれ知らない世界がたくさん、なんかまだまだなんかちょっとね始めたばっかりですっていう ね、今ちょっとずうずうしくなってきた感じ。まあでもそのあのなんか年輪とかそういうのが魅力として出せるようにね、うん、やっていかないと。あの皆様もね、冠番組を持ちたい方、番組で募集しています、うん、もしもそういう希望があったら私にメッセージください。ね、私でもできるんですから、何かアドバイスができると思います。誠さんもね、こうして、はい、やらせていただきますので、決心してくださいましたので、はいはいはい、そうするとまたね、世界が広がります。そうですね、はい、きっとね、ワクワクです。だから私もあの伝えるっていうことはね、例えば MVP のことにしても、うん、間違ったことを言えないので、うん、一応勉強しなきゃと思うじゃないですか。そうですね、そうですね、知らない野球のこととかね、調べてみたりとか、うんうん、で主人に聞いてみたり、うん、これどういうふうに言ったらいいとか、これどういう意味とかね、はい、聞いたみたりとか、いろんな人にこう勉強を教わって、はい、今日も誠さんからお話を伺ってすっごくまだね勇気をいただきました。そうです、はい、まあでもね、はい、本当にあのみどりさんとは同年代だと思いますので、あの頑張って楽しくやっていきたいと思います、はいね、そうですよね、はい、もう皆様ね、あと3分になりました。あと3分、はい、そして誠さんに伺いたいと思います、はいはい、人生とは一言で言うと、人生とは一言で言うと臨機応変ですかね。いいですね、臨機応変。臨機応変です。確かにそうですよね、はい、それは大事なことだと思います。うん、どんなことがね、うん、世の中起こるか本当分からないですよね。でそのね、コロナ禍で、うん、壁単語を、そうですそうです、始めた、見つけて、はい、ね、始めたんです。それを創始者として、すごい言葉ですよね、創始者、ちょっと引っ張って、うん、このブームをね、はい、あの皆さんにやってもらいたいし、はい、ね、あの悪いことしてるわけじゃないの で楽しく皆さんでやっていただきたいなと思います。ねえ、壁単語習いたいっていう方がいたらどうしたらいいですか。私の友達ね、すごい興味持ってた。あ、本当に、はい、あのインスタグラムでも何でも、うん、マコットドットインターナショナルという、うん、はい、はい、アカウントを持っております。調べてくれました。調べてくれました。ありがとうございます。こちらに 2.9 万人、はい、DM いただけるとすぐにお返事させていただきますので、そうですね、はい、ぜひご興味のある方、誠さんの弟子になりたい方インストラクターも募集しておりますので、はい、ね、そうしたらなんかすごいステージになりそうじゃないですか。そうですね、いっぱいチームができたら、いっぱいチームができたら ね、ピンクレパードとかね、うん、ブラックなんとかスワンクとか分かんないですけど勝手に名前つけちゃってかっこいいよねそんなチームがいっぱいできてくるかもしれませんよ。そうです ね、そうしたいですね。来年またブワーンと、ね、ブワーンとね、ブワーンとね、と大きなステージ作りたいです ね、 そうですね、うん、東京ドームとかさすがに武道館とかさすがにすごいですね。じゃあピンクレパード、はい、の他の3名が頑張ると思います。私ももちろん頑張りますけど、はい、皆さんで一緒に頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。本当秋も深まってまいりました。昼間は暖かいんですけどね、うん、あの朝夜が冷えます。寒いです、寒いです。油断しないで暖かくしてくださいね。そして前向きに、いろんなことが、ね、毎日ありますよ ね、 本当そうですね。ニュースも暗いことがありますけど、うんうん、毎日を大切にして、この絆を大切にして、毎日元気に笑顔で過ごしたいと思います、はい、過ごしていきたいと思います、はい、誠さんありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いてくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お目にかかりたいと思います。どうぞご自愛ください。ありがとうございました。